はい、おはようございます、今回もこの座り席から、スタートします。この座り席からスタートするのはクアトロブーム金沢店さんでございます。今日もね頑張ってやっていきたいなと思うんですけども、これヘッドセットって言うんですけど、このヘッドセットが今日ブカブカなんですよ。いや別にいいんですよ別にいいんですけど、僕ねこれいつも思うのが、ヘッドセット大体こう借りると僕きついことが多いんですね。ってことは僕は多分ちょっと顔がでかいのかなと思うんですけど、大体多分すんげえきついなこれって朝つけて思った時は、多分その前に使った方が女性ライターさんだったりとかなのかなとかって想像するんですけど、でけえってなることあんまないんで、どんだけ顔がでかい人が前回収録してたのかなって思うと、ちょっといろんな顔がこう浮かんできたりして、誰だろうな前回これ誰が使ってたんですかね。これ分かります？広瀬くんだ。アナリストだな。そうだわね、身近にいたじゃないですか、花火ストですね。今日はカメラマンさん花火ストじゃないですけどね、佐々木くんの方ですけども、そっか広瀬くんがつけてたのかこれ。すげえブカブカなんですよこれはい、というわけでブカブカスタートでございます。でまあブカブカスタートいいんですけど、そろそろねいい加減手詰まりになってきまして、機種の方がね、クアトロブーム金沢店さんはこの間来た時はあれだ、花火2を打とうと思って打てずドン2からの花火2でドーンって出た。あ、そういうことか。アレックスからの花火2だった。そうでしたね確かね、花火2あれよかったっすかね。すごい当たったっすもんね。信じられないぐらい当たってよかったのかなと思う。あの後はもう結構5も6もいろいろ打ったりしましたけど、ただまだ H は打ってないんで、今日は H 狙いかと思いきや、朝お店入ったら花火通にわってみんなが座るか座らないかっていうのが H を使う使わないの起点になってると思うんですよ。でまあその傾向は見られなかったので、今日はね久しぶりにサンダーでもどうかなと思います。クアトロブームさんはですね4台もサンダーを保有しております。これ非常に台数多い方だと思うんで、全国的に見ても、でいつも23台ぐらいは動いてなんかわーっと出てる台があったりもするんで、4分の1なのか4分の2なのか分かんないですけど、引きに行くのはなかなか難しいんですけど、ちょっと久しぶりにいいかなと思って、単純にネタ切れです。はい、もうだってヘッドセットの話するぐらいですよ。やる機種がね、散々最近なくなってきて、でもこの先なんか話聞いてますと、いろんな機種、ね、出てくるような話も、耳に入ってきてますし、その辺の話含めて、今日もね、だべりながら、サンダーでも打っていこうかなと思いますんで、頑張ってみたいと思います。もうなんか連勝記録とか等の昔になくなってるからね、いろいろと気楽ですわ。はい、今日頑張ります。ではサンダー V リボルトですね。すっげえ久しぶりに打ちます。なかなか打つ機会はないものね。一番最近打ったのいつだ？多分こういう動画なのかな。普段はあんまりねやっぱ狙える機会がないもんで、そう考えると僕の知ってるホールの中で一番狙いやすいのはここなのかもしれないね。4台あるから。よし、ミスってなければ当たりだよ。絶対ミスってたよね。はっ V フラしたから当たるかもしれないよ。うわいるかもよ。スイカで当たってたらおびっくですよ。いるよこれ、いるよね絶対一発目のスイカだったでしょ。 V フラだと4回2回ぐらい当たるよね。 V フラ落雷だと半分ぐらい当たるんだっけ。スイカで当たったら V だもんね。リプレイで当たったら7だもんね。ってことはやっぱスイカだ多分。よし、偶数か奇数だかだけならアクロス1分かりやすい。サンダーをねまずはちゃんとやりたいんだよね。なんかある程度台に対して落ち着いてこないと余計な話する気にならないね。そうなんですよ。安心させてください。そうそう例えばビッグ1分け3ぐらいになってきたらまあちょっとやるかなみたいになってくるから。サンダーVリボルトは完成度で言ったらアクロス 1,2 に高いよね、こんなに面白い台ないってぐらい面白いと思うんだけど人気はないよね。やっぱり面倒くさいのかね。この面倒くささの美学がやっぱり伝わんないのかね。花火だけが受けることを考えると、枠上か枠上に V を押して次のゲームは赤なら枠上ビタ押し。そうするとここでスイカ狙わなくてよくなるんでそれだけ。だ僕のスイカは横こうになってこうしてみたっていう特別な時以外ここからは揃わない。スイカは赤なら下段からしか揃わない。さっきからそうでしょ。ビタじゃないとダメなんですか。はい、まあでもここでもいいしね。だから1個早く押しちゃってこうなっても別に問題はないんでスイカ狙わなくていいことに変わりないから気持ちだからここかここに押すつもりで押してれば別に問題ないということです。だからここからバーがこう止まってスイカはボーナスの攻めになったら2角にかける。僕サンダーVリボルトの設定5とか打ったことないような気がするんだけど熱いね。どうしようかな。7下段止まって、あー止まんない。でも西尾まで行ってる。いける。いったレギュラー臭い。やはり89ゲーム。覚えてる、これは覚えてる。なんかフレンドリーな感じが。フレンドリーです。すごいね。やっぱこれ左枠赤7をしてての123コマ滑りなんでこれしててリプレイかスイカなんですね。目押しが正確ならだからこれは焦らないはずね。でこれは赤7です。ちゃんと目押しできてるはずね。はい、2ゲーム素敵。ナンバレックス、ナンバレックス。僕がつもりに行ってた時に狙ってたのは、まあ、結局狙ってたとか見てたのは結局ベルと曲変化ですね。陸中の BGM 変化。なんか急に斜めがすごくね。あれずっと斜めだよ。あ、ビッグじゃ分かんないよね。だから俺もうこういうの見ちゃうとディスクアップのダンスタイムが10連続で入らなくてもおかしくねえと思っちゃうから怖いよね。2分の1がさ、あ、偶数だったら2分の1、3分の1かもしれないからね、あれだけど。じゃあ逆に言えば3分の1があんだけ続いたのか連続でって思うじゃん。すごい19回ですね。真ん中ぐらいに分かんないね、次のビッグまで。まあ割と今のところ気楽に次のビッグは待てるところが嬉しいと思うんですね。楽しいなサンダーは。こうやって理由つけて打てるっていうのは幸せだわ。だからアレックスがこのぐらいのアレックスの扱いがこのサンダーぐらいのレベルに落ちちゃうのが嫌なんだよね。やっぱりすごく面白いんでアレックスは踏ん張ってほしいんだよね。まあそんなに悪くないから。2台とも動いてるでしょ今日も。はい、これ1コマ滑る。消灯もしてないからね。まあとりあえず V 上段止まっとけや。よし、ちょっとだけチャンス。でも4号機の頃と違ってチェリーでもチョークがあるっていうのがいいね。だからそういう意味でもサンダーは絶対に459より面白くなっている。ただね、一つもったいないのがね、このタンブイの上っすよね、ベリベ。こんなにいい出目があるのにスイカこぼすから絶対に押せないっていう、それがね僕的に非常にもったいないんですよね。だからあまりにももったいないから1回だけ丸1日ずっとあそこをして、1回もスイカ取らないで、はい、閉店まで打ったことが1回だけある。めっちゃ損したスイカだけ で, スイカだけで100個近く損して、1日打ったらそのぐらい損しちゃいますもんね。何枚だっけこれ、15枚じゃないですか、15か、15台ね。ってことは1500枚損してで、いくら負けだっけな、4万負けぐらいだったのかな、4万何本負けたんだよね。だから本当だったら1万円で済んだんだけど、でね、それやってたらね、気づいたことがあって、まずタンブイの上のチェリーを下段とかに押してると3連 V がズドンってすっ飛んでくることもあるんだよね。であとベリベからのリーチ面も面白いし、ベリベからスイカこぼした時ってほとんどの場合もう出目は忘れたけど、ある一定の出目を取るんですよ。あ、スイカかって。でもボーナスの時もあるんで、スイカの取りこぼしオアボーナスにはなってくれるんですよね。だからあまりにもベリベがかわいそうでやってみたんだよ、うん、そしたら俺がかわいそうなことになっちゃう。あとではって見てみたら俺3万円こぼしたと思って。大事っすね、そう考えると子役やっぱりそうだし、なんか3万円は言い過ぎだよ、多分2万5000円ぐらいはこぼしたわけですよ。でも僕もこういう仕事でもしてなきゃそんなことやらないんで、いい経験でしたよ、新たな発見が。そう、ただサンダーは赤7が枠下に滑って赤7ビッグがないんで、それがあればもっと良かったかもしれないね。まだそこまでの技術じゃなかったのかな。田中さん、このリプレイ、これなんていう名前か覚えてます？覚えてないです。覚えてない。はい。名前ありましたっけ？あります。なんていう名前なんですか？一角くんって言います。一角？一角。一角。あれかね、3連 V が一角だからかな。僕もその由来までは、だって僕サンダーが出た頃なんかマチソロやってないもん。ああ、そうですか。一角くんって書いてある。ね。はい。ところでベルはいいんでしょうか。36回です。まあそんな悪くないですね。 12. 何歩ではまあいいですね、ベル確率は。これもう高設定かもなって朝からちょっと思える展開で当たってる時に、ビッグの確率が6の数字以下になった瞬間が一番嫌いなんだよね。もうそれだけで俺泣いちゃうの、すぐ。ああ今日じゃあもう出ない日かみたいな。すぐそうなっちゃう。じゃあ今泣いてるんですか？泣いてる。今249になったからだいぶ泣いましたよ。ああ253だった。どんだけ贅沢なんだよって思われるかもしれない。めっちゃ贅沢ですね。でももう泣えるだけなのだって。いつも大して出ないんだよ、5とか6とか打っても何の騎士もそうだけど、でも泣える、一丁前になえるんですよ。一丁前に。一丁前に。そう。不意打ち。何これ、どここれ。俺マジで引き弱いと思うよ。いやーそんなことないですよ。弱い弱い。確かに爆発的なあれはないですけど、安定した引きがないない。カメラ回ってる時だけ。そうなんですか。うん、もういつも本当ひどいもん。ちょっとなんかいろいろ独り言言いながら打ってみたらいいじゃないですか。言霊の男なんだよ。あああいつやべえやつだってなっちゃう。なりますけど、あ、でも俺あれだわ、暇な時あれだ、ディスカップ打ちながら一人で喋ってるはい、というわけでマジですか練習みたいですね。なんか練習はしないけど暇なんだもん。特にディス君が。でもあれ6は分かるね、分かるなっていう印象だから、そのセテロクが入ってる地域、非投下非投下の地域で朝から6狙いで並んでる人たちの気持ちがようやくここに来て分かったのと、あと僕は本当に良かったなと思ったのは、ディスカップずっと導入から設定でどうせ1でしょってなってても、はい、ひたすらずっと500数えてたんですよ。はいはいはい。それがここに来てすげえ役に立った。へえ。だって1の感覚が分かるんですもん。ああなるほど、全然違うから6だと。逆に5とかは なさそうな感じなんですか。いやそれを言ったら分からないです。5かもしれないじゃん、すぐさは分かんないんで。だから状況的に6だろうっていう。はい、おそらく数字が全部いいんで、いつもいい台打った時は。いはいはい、はい、中途半端じゃなくて全部6ぐらいになってるんで、多分6なんじゃないかなと思ってますよ。しないでほしいのは、基本打ちたくないんですよ。そう、それがあるんだよ。まず基本打ちたくないから、6狙いなら打てるから打とうと思うんだけど、何台か打った上に、ああ6は8か、今日はたどり着けなかった、じゃあ1入る、いや 103%、 いや持ちコイン、いやってなるでしょ。あの瞬間が一番つらい。じゃあやるか、なるほどってなるのが、あの心境が辛いっすよ。飲まれたらやめてもいいかなと思うけど。後半はビッグオンリーでお願いしますね。はーいそこで頑張ります頑張りますベルはいいよ。じゃあもう分かった、ベル返すから出して、ビッグ出して、もうセレブレーション行ってベールじゃないセレブレーション行って時間潰しちゃうよ。どうしてさ、この島全体のビッグ確率がこんなひどいことになるだって全部足してみてよ、今2401360280、一番左は分かんないのか。じゃあこっち3台だけど2080ゲームで2回ですよ。やばくない？やばい、やばいよね。270分の1はアクロス最高のビッグ確率ですよね。え、確かにわさびさんを取るまで、はい、こんなに喋るとは思ってませんでした。ああそうですか。はい、まあ番組によるんでしょうけど、僕は一人だと喋ります。ああ。他に演者がいると頼ります。頼ります。以上。例えば上昇理論みたいな実践番組の時はあまり喋んないんですか？はい、ずっとタバコ吸ってます。ずっとタバコ吸ってます。冗談だけど全然喋んないかも。ああ。何ゲームでビッグボーナスって言ってるだけだよ。この番組で言ったことない。言ったことないビッグボーナス。ちょっとなんか、じゃあ上昇理論風にやってもらっていいですか。あ、じゃあしゃべらなくなっちゃうのかでタバコ吸い始めて、いやなんもないねなんもない。これ俺出てるかな時々で天井行ってないといいな。ノリなんでね、あれノリなんで。ノリなんすか、はい、俺これこのまま終わったら次回もここわあだったスイカないんでね、大丈夫。ああやっとだ押せねえのかよやりましたビッグボーナス V 本当にそういう感じですか？何が？え？上昇理論で違う言ったことない。あ、今こっちの番組風ですか？ああ、むしろ無言で揃えてるまだあるナレーションが入るから。ああ、なるほど。サンダーのビッグ中の消化はバーがこの辺に行った時に中右左とか右中左ってやるとちょうどバーが来るよ。おお、お花見の小手返しと同じ原理、こうやってやるといちいち、バーでやんなきゃってなるじゃないですか、はい、あれやんなくていいんだよ、はい、ポンポンポン、もうバーがいっちゃった時に、なるほど。明日さ、マドカマギーカでめっちゃ負けるんだからさ、明日絶対だから今日は全然勝てなくていいです。もう常に負けてていいんですけど、チャラぐらいでお願いしたい。なんで窓負けなんですか？もうちょっとでなくなるから。ああ、でも窓かって全力狙い以外であんま打つ機会ない感じしない？そんなことないですか？まあピンポイントで6入れてくれてるところで、うん、成立後、うん、いや、いいっすよ、分かりやすい、うん、設定の入れ方してくれてるホールはやっぱり狙いたくはなりますよね。なるほどね。何かこう AT キーとかで、はい、これからなくなっていく AT キーで何かこれ最後に打っておきたいなみたいなのって大体あるじゃないですか。はい、僕ないんだよ。ないんですか？ない。エウレカ2ぐらい。でも言うほどでもない。別に打てないなら打てないでいい。もうまた当たらないとさ、なんでさっき当たったんだろうって思うよねそうですか、うん、なんでさっきは当たったんだじゃん。僕の中ではあれですよ、台の中に住んでる妖精がっていう話妖精、うん、一角君がさっていう話だ。一角君の機嫌がとかっていう話になって、今一角君の機嫌が悪いと、うん、一角君ベルしかしない、ベルしか吐き出さない。じゃあちょっと一角君のご機嫌をどうやって取ろうか一本どうだい当たる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 。うわ、超気合い入れとしたから当たるよ。何度でも同じことしてやる。よし、これならいけるんじゃないか。いけた、いけたよ、よかったね、よかったよかったね。タバコパワーですネタだから、でも引くためだから、いつも佐々さんと一緒に向こう行ってんすよ。行ってない時もあるけど、なんか面白いですね。いろいろちょっとオカルティックなこと言ってますけど、一番大切にしてるのは回すっていう現実的なそのやることじゃないですか。え、なになになに、一番大切にしてるのは何？一番大切にしてるのは、休憩取らないで回すっていう現実的な。そう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 。いや、この台今日回した方がいい。これ多分俺ありそうだなと思って、4ぐらいは。ああ。全然普段だったらニコニコして打ってるよ。だってぶっちゃけ8000しか使ってないしね。まあ回りましたね。後半なんとかなんじゃねと思って、多分普通だったら楽しいんだけどな、正直楽しいんだけどね、楽しいんだけど足んねえっすよ。今日こんなの全然わかんないよ。わかんないですね。今141回、142回、めっちゃよくね、すげえいい。今日の映像を盛り上げてくれるような引きをしてる、伸びてる今日の映像を盛り上げてくれるような引きをしていることは確かだね。良さそうだけど当たんねえけど、そのまあグダグダに1っぽくなってないだけ助かってますね。だから私も演者ですけど、パチスロ大もまた演者ですってことですよ。なるほど、演じてるんです。高設定を演じてるわけです、彼は。あ、高設定を演じてるんですね。高設定が出ない台を演じてるわけじゃなくて、高設定を演じてるんです。高設定を演じてる、高設定が出ないの演じてるって言うと俺が悪いみたいになるいやだからなんか言い方おかしいなと思って。おかしくないよ、おかしくない。高設定をよ演じてるんです彼は。一角くんが、設定一角くん設定一角くん引き出してない気がする。いやいややめようや弱い者扱いやめようや。いや弱いんだけどいやまあ設定1だと考えても弱いですもんね。510ですよ、ゴッドだ。何これ、もうなんかバリバリの位置打ってるみたいな感じになってくる。やばいっすこれ。っていうかさ、一番最初にはまってない？うん、そうですね。あ、593だからまだまだ。いやー楽しく打てればなんつったけど、全然楽しくね、全然楽しくない。あと流れが悪い、2万入ってからの500枚返しだったら別に悪くない。はいはいはい、この時間に入れているという、この自分で調節しようと思ったらできるところがイラッとするね。4回中1回スイカですよ、ミック。これさすがにないかもね。いくらベルよくてもちょっときついかもしれない。で、この辺で思う頃かな、僕普段だったらさすがに無理かなって。で、周りの状況を見て0の3、1の4、0の3って見ると、中間ばらまいてるのかなとかって思って終わりかもしれない。やっぱ6段階セッターなかなか難しいよね。あいやー負けたね、負けたっつうか、なんか負けた、まだ負けてないよね、まだ負けてないいや、どうすかね、あれ追うのかな、本来時間があったら。いやー、レギュラーは引かずにストレート600はさすがにちょっとって感じなんだけど、ベル12っていくつは無視できないかな。6入りですよっていう状況だって分かってたらまだやるかなと思うんですけど、4以上が入ってるかもしれませんよぐらいだとちょっとやめてた方がいいのかなっていう感じですかね。はい、いやーなんかな、ちょっと思いつくで今日あたりはサンダーで打つかなっていうのがあんま良くなかったですかね。だからもう思いつきじゃないです、次回もサンダー打ちますここでもうリベンジしかない。もう喋りながら俺テレビ見てる会話は今日は非常に楽しかったです。僕すごく楽しくお話できたんですけど、まあ、結果ついてこなかったのと、全然回してねえな喋ったらと思ったんで次回頑張ります。もうほんと次回は4台の中からビシッとね、リベンジ果たせるように頑張りたいと思いますんで、3台ぐらいじゃない、まともにすげえいい台っぽくねこの台っていう絵になったことないのまだ。だから前のもそうだったし、今回もそうだし、セレブレーションですら、確かに1ではないかもしれないぐらいのデータにはなったんで、セレブで6のデータの絵なんか取れないからですね。それはまあ無理としても、3打はちょっとまだ悔しい、この店だったら4台だから絶対可能性はあるはずということで、次回は3打、そこでダメだったら3打もうずっと3打でいいぐらいの気持ちでちょっと戦っていこうかなと思ってます。今日はね、本当に12分の1はベルっていうのが何気に本当に心残りですけど、答えは聞きませんよ、私は答え聞きません、そういう性格ですから。そして次回またリベンジできればなと思ってますんで、って言った頃になんか次回来月来た時にはなんかもうちょっと面白そうな人が入ってて、あっち行こうかなっつって可能性はバンバン打っちゃおうかなって言ってるかもしれないもんね言ってるかもしれないけど、まあ、できる限りサンダーで、ね、次リベンジしたいと思いますんで、サンダー好きの方だけでいいんで見てください。まあ、どうせ余計な話いっぱいしてると思うんで、またそちらの方楽しみにしていただければと思います。負けたな、700枚か、まあ、金額的には大したことないですけど、なんか精神的にやられました。